こんにちは、あるいはこんばんは、岩田院長です。よし、一人でやるラストマシュマロ。これ撮ってる間また来てないだろうな。来てんな。いきますね。これでもね、ちょっと10代の女性、女子高生から来たんですけど、これいい質問だと思うんです。10代がする上ではいい質問だと思うんで、質問に答えていきたいと思います。質問読みます。今につながったと思える後悔や失敗ありますか？失敗は本当に成功のもとなのでしょうか？10代女子高生からの質問ですね。これもね、ありすぎでしょ。ありすぎなんだけどもね、失敗とかこう後悔っていう、後悔に関してはね、失敗したなと思うことがあっても後悔しちゃダメ、後悔しちゃダメ、これ大事。後悔するから成功のもとにならないの。失敗を後悔すると成功のもとにならない。大事なことが2回言った。失敗とは何ですか？敗北ですか？挫折ですか？ね、無駄ですか？違うんです。失敗というのは学びの機会というんですよ。たくさん失敗しましたよ。もうたくさん、もう本当に山のように失敗しましたよ。いろいろと、いろいろ失敗しましたね、本当に。でもね、こう人生が時間をたどっていくことをこう道のように考えるとするならば、まあ、目標地点があって、最後はもう死というゴールですよ。どうやってたどっていくのか、いろいろあると思う。自分のやりたいこともあると思う。でそれに向かってどういうふうな経路をとって進めばいいのかね。自分の手作りの地図なので答えがないわけです。なのでこうやってまっすぐ直線で行って、行き止まりにぶつかった、道がなかった、これで失敗ですか？これ違うんです。そのやり方ではダメだったということを学ぶことに成功したということなんです。では同じ方向を目指す上では、こうやっていけばよかった、それともこうやっていけばよかった、それを考えることによってですね、成功への第一歩なんですよ。失敗して落ち込んだ、後悔した、もうその先進めない、じゃあもうその道やめました、この目指してた方角やめましたって、これはダメですね。これは後悔していいと思うんだけど、自分がやりたいとか方向性が決まってるんだったら、失敗することによってこの方法はダメなんだと学んで、違う方法に取り組もうとして、そういう方向に脳を使うことによってですね、成功への第一歩なんですよ。でこれは僕がね、よく言うジョジョ第5部の一番最も大事なことなんですけども、まあ読んでなかったらね、ぜひ読むなり、まあなんだったらアニメも DVD 出てるかもしれないので、ね、ぜひまあ見てほしいんですが、人々は何を重んじるのか、それは結果なんですよ。結果なんだけども、結果っていうのは本当にさね、どういう経路をたどったかっていう過程が大事なわけ。一番大事なのは過程なわけ。だから失敗も途中途中のちょっとした成功も全部過程なんですよ。どのルートっていう過程をチョイスしたかに意味があるわけね。だから全く無駄に見えても、そこに向かってやっている努力っていうのは、失敗してもその方法じゃたどり着かなくても、払っている努力は必ずそこに届くための努力なんで、この何かやろうとしてるんだったら、だったら意味が絶対あるんですよ。それを忘れないことなんですよ。何を目指してたの？目的と手段を履き違えないようにして、何を目指してたの？そこをずっと目指し続けてる限り、失敗なんてないんですよ。学習しないことが失敗です。そこは後悔です。してもいいぐらい。学習するんですよ。どんな道も、どんな失敗も、学習をやめないことなんですよ。そしてたどり着いた時に、これ全然ちゃうやん、自分のやりたかったことじゃないじゃんって思ったら、それは後悔しますか、失敗ですか、違うんですよ。違う目標を探すチャンスなんです。どうですか、この宗教家のような語りを。聞きましたか？こういうマインドですよ。僕はいつもこれですよ。で、こうやって、なんかちょっと熱が入っちゃったけど、これをいかに日々フラットに留めておくかで、僕の中では成功率が変わると思ってる。冷静じゃなくなっちゃう。熱が入ると。だから今の俺の語りはちょっと熱が入りすぎてうざっと思う人もいたと思う。だこれはちょっと失敗なんです。でも次、同じような10代の若者が悩んでたら、もう少し丁寧に喋ろうって思ったら、これはもう成功なんですよ。ほら、どうだね。こうね、何事も結果ばかりを考えてたら、
何もできないし、だって結果行くためには過程があるんだもん。経路さえ辿って自分が目標にしてるもの、それがもちろんね、いいことに限るよ。だから悪い犯罪しようと思って目標立てちゃダメだけど、いいことに向かってそうやって行くんだったら失敗なんかないわけよ。だからつまりは学んだことっていう学びからじゃなきゃ成功って絶対出ないから。ひらめきだっていろいろある知識から出てくる、自分の学んだことから出てくるの。だから絶対に成功の元っていうのは失敗だったりする経験ってことなんですよ。字を変えたら失敗じゃなくてそれを経験って言うんです。経験というのは学べたということなんですよ。だから学んでください。せっかくの10代なんで、いろいろまだ時間が許されてますから、いろいろ試してください。若者が相手だと熱くなるということです。ご理解いただけたでしょうか。ご視聴ありがとうございました。